はい、今回は久しぶりにまた超人の紹介をしていくんですけど、お題はですズバリ、子供超人もしくは子供キャラですねを紹介していこうかなと思います。で、出た当初って子供のキャラクターってなんていうのかな、それほど強いっていうイメージ、まあ便利なのがいたんですけど、だから最初のうち自分子供ガチャは回してなかったんですよね、当初は。でもまあ後々にね、情報修正とかねされたりとか、あとまあ最近出てくる超子供キャラって結構使えたりするんで、今自分欲しいのは例えば火の方のねテリーですよね、正月に出てきた、あれすごく使えるなと思うんで欲しかったりするんですけど、そういう風にどんどんね強くなってるんで、まあそのね流れもちょっと紹介できればいいかなと思います。早速いきましょうか。で、自分の規約が正しければガチャゲンです。あ、ちなみにガチャゲンで紹介していくって感じですね。あとミート君は外してます。で、行くと、記憶正しければこれですよね、多分、子供キャラで、初登場したっていうのは。イベントの方ではマントロも出たんですけど、こっちのハロウィンのイベントのカオスが初めてなんじゃないかなとは思います。ちなみにこれに関して言えばね、出た当時はね、今も当たれてないんですけど、欲しかったですね。今も当たったら嬉しいですよ、もちろん。はい。とにかくね、その有刺鉄線、ブーストと蜘蛛の巣塾、この組み合わせ自体が当時結構少なかったと思うんでね、だから代わりが見つけるのが大変だった覚えがあるんですよね。で、ユージュアタックも追い打ちの飛び蹴りは、これはまあ地味ではあるんですけど、往復して複数ダメージを与えるんで、まあそれなりにね、ダメージを出せた。友情アタックだったと思います。必殺技ちょっと地味かな。うん、だからトータル的に考えてもね、1体いるとすごく心強い超人だったと思うんで、うん、そういう点では欲しかったんですよね。とうとう、うん、今、持ってなお当たらない状態なんですけど、はい。で、次ですけれども、で、しばらく経って今度は子供キャラをメインとしたガチャが登場したんですよね。それで3体出てきて、そのうちの1体がこのケビンマスクですね。で、これもね、僕の記憶上、そう、出た当時で、出てからしばらくは、外れ枠みたいな扱いされてたような気がするんですよね。ただ、情報修正、ちょっと内容忘れちゃったんだけど、情報修正されたことによって、例えば、猛獣ジャンクマンとかね、最近のね、高難易度のクエストにも連れていける性能になったんで、だから今は、まあの評価を受けてると思うんですよね。友情アタックもケビントルネード、つまり、絆、クロエとかね、そういったキャラが使ってる友情アタックなんで、まあまあ使えると思うんですよ。で、必殺技が、ただこれが少し気になるのが、要は失敗成功があって、で、演出がちょっと長いんですよね。自分で使うときもちょっと気になったし、敵でやるときは本当もう、なんていうのかな、ストレスになった覚えがあるんでね。まあ、だから、何？早送りできるんだけど、敵の友情、必殺技はね。それでもやっぱちょっとね、イラっとくるときはありますね。その点がちょっと、まあ、これも人それぞれのね、考え方なんですけど、僕は気になりました。で、次のね、アシュラマンですよね。人によってなんか、イラストが結構ね、可愛くて、評価高いみたいな、そんな声があったんですけども、性能面からすると、まずは氷ロープ回復、電流ロープ耐性。で、最近情報修正で火山弾回復が追加されたって感じですね。だから、もともと、ツアーのソルジャーに連れていける性能だったりしたんですけど、まあ、火山がついたことで、例えば猛獣の忍者とかね、連れていけるクエストが増えたって感じですね。だから当初と比べれば、評価は少しは上がってるとは思うんですよね。友情アタックはまあまあいいかなと。自分一体持ってるんですけど、まあまあですね。はい。必殺技はただまあ、さっきも言ったように演出長いってことと、威力がそれほどでもないってことですね。パワーダウンはあるんですけどね。だからまあ、なんつうのかな。子供キャラは、初期の子供キャラって結構なんか必殺技がそんなに強くないっていうイメージはあるんですよね。で、次、このネメシスですね。これも、ちょっと情報修正入ってるかは自分はちょっとわからないんですが、電流ロープ、毒耐性、クモの巣のこの組み合わせ、他に持ってるのはね、フェスゲンの光ラーメン
だけなんですよね。そういう意味ではレアだったりするんですけど、だからね、あのチケット猛襲のペンタゴン、これこのネメシス使ってクリアされてる方いらっしゃいましたね。はい。で、まあ、ユージュアタックは超スピードブーストで僕の苦手なやつですね。やっぱ配置が苦手な自分にとってはこのスピードブーストって、ほんと何？ガンガン敵に食らわせるといいクエストだったらいいんですけど、だからちょっと敬遠しがちなんでね、最近当たったんですけど、あんまり使ってないんですよね。だからこの良さっていうのは、十分に理解できてない部分があるんですけど、必殺技はまあマッスルスパークでスタンつけれるんで、それはまあいいかなと思います。そういう意味では初期に出た子供キャラの中では一番なんていうのかな、いい必殺技がだったんじゃないかなっていうのはあくまで自分思ってますけどね。まあ子供キャラの中では結構成長してる感じですよね、このイラスト。しばらくして、新しいね、子供キャラが出てきたんで、そこでまあガンガン正義超人も入ってきた感じです。で、まずこのロビンマスクですね。これも情報修正入ったんでしたっけ？うん、これもちょっとおぼろげなんですが、なんつうかな、チケット猛使のモンゴルマンとかで使えるってことでね、それなりの評価はされて、てたんですよね、その時。ただまあなんていうか、優秀アタックが追従アタックっていうことで、後でお話しますけど、その闇テリーがね、回転追従アタック持ってるんで、それと比較されてどうしてもこっちが地味になっちゃって評価いまいちになってたっていう覚えはあります。で、必殺技はまあなんていうのかな、放射するっていうやつで、めちゃめちゃ強いってやつ感じではないですけど、複数の敵に当てれるっていう感じですね。うん。まあ、炎ロープ回復中毒耐性、牢除去って、まあ、牢除去自体がね、それなりにレアなアビリティだと思うんでね、そういう点では使えるかもしれないですね。はい。で、今言った、その、テリーですよね。当時欲しかったですね、これ。うん、何が良かったかって、その、U 字アタックで回転追従アタックを持って、てるんですよね。で、当時のクエストは回転追従アタックかなりなんていうか強いってイメージあったし、実際評価もそれなりに高かったと思うんですよね、この友情に関しては。何よりね、あのコロシアム、昔のコロシアムの玉取り性能がすごい優れていたんで、そういう点でもね欲しかったんですよね、このテリーマン。ただ今となっては、まずその新しい新コロシアムの大井争奪戦のベータ版では、回転追従アタックでは弾取れなくなっちゃいましたもんね。直接攻撃で、通常攻撃ですね。通常攻撃で取りに行かないといけなかった、いけない仕様になってしまったんで、そういう意味ではちょっとね、ありがたみがね、減ってしまったってことと、あとはね、やっぱなんていうのかな、自分ね、配置がさっきみたいに苦手なんで、回転追従アタックってついてきちゃうじゃないですか。これだったらテリーがね、そうなるとちょっと配置で、場合によっては良かったりするんだけど、まあ、場合によってはピンチを招いてしまうってこともあったと思うんでね。だから、仕様をね、変えて、例えば、ついていくんだけど、終わったら元の位置に戻るみたいな仕様にしてくれると自分は助かるなってのはありますね。ただ、なんだかな、新しい友情と比べると、やっぱ、その旨味ってのはだいぶなくなっちゃった感じもあるんですよね。それと同時に、やっぱ今言った、そのテリー自体の最大の、その、長所っていうのが回転追従アタックだったと思うんで、それの良さが失われると同時に、これも地味になっちゃったっていうイメージはあります。で、次ですね。まあ、これは比較的初期の子供キャラですけど、なかなかいい性能かなとは思いますね。何よりも、今でも自分はあのタワーの18サイコマのとこですね。あそこで使わせてもらってるんで、うん、すごく助かってますね、今でも。で、やっぱり、誘爆耐性持ってる超人。まあ、結構増えてきたんだけど、それでもやっぱ、そんなに持ってるキャラクターはいないんでね。そういう点でも、いいんじゃないですかね。あと、やっぱ、友情アタックが超パワーブーストってかなりいい友情アタックもらえてるってことと、あとは、必殺技も、まあ、威力はそれでもないんだけど、広範囲にスタン効果をね、つけれるっていうんで、まあ、共にね、いいものをね、つけて、くれてるんでね、うん、
当たりかなと思いますね。子供キャラの中では未だもってこの筋肉マン。若干ちょっと露出、なんていうか出てくる場面っていうのは少なくなってきたかもしれないですけど、それでもね、うん、いい超人だな、いいキャラクターかなとは思いますね。ちなみに自分これあれですね、あの超人玉と一緒にセットでね、超人1体もらえるってやつの時に選んでゲットしたやつですね。はい。で次、あのこれね、あのまずね、何がいいって、自分今んとこひょっとしたらね、あの子供キャラの中で一番イラストが好きかもしれない。このイラストなんかすごい、なんていうのかな、じわじわきてすごいいいんですよ。なんか言葉で表現するとね、なんだろう、困るんですけど、可愛いですよね。普通にこのフェニックスマン好きなんですよね、うん。で性能に関して言うと、まあ、有刺鉄線回復。あ、ちょっと待ってくださいね。はい。んっと。有刺鉄線回復、特、落雷耐性、スタン回避、特ってことで、で、貫通ですね。自分ちょっとやっぱね、これも超スピードブーストなんで、使いこなせていない。持ってるんですよね。持ってるんだけど、使いこなせてないんですけど、人によっては、なんかあれですね、土適性とは言えないかもしれないですけど、極周ザマン、これを使ってクリアされている方はいらっしゃいましたね。はい。で、まあ必殺技、これスタン効果あるんで、これはいいかなと思います。だからまあ、超スピードブーストがいいよっていう方にとっては、このフェニックスマンはなかなかいいキャラクターなんじゃないかなとは思いますね。さりげにスタン回避特も持ってますしね。だから、なんだろう、優秀だとは思います。出た当時もそんなに評価低くなかったとは思うんで、超スピードブースト出しすぎだよみたいな声はあったと思うんですけど、まあそんな感じですね。なんで、まあなんていうか、徐々にその子供キャラもね、その、あくまで便利枠かな。いろんなとこに、そのギミックたくさん持ってて、使いやすくて、あと、デバフ効果を与えてくれるみたいな、そういう、便利なキャラクターが多いというイメージがあるんですけど、徐々にやっぱね、その即戦力として、即戦力というかエース級にね、活躍できるキャラクターも増えていくんでね、その辺もね、ちょっとね、次回紹介していこうかなと思います。今回は、この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。